今日はあなた楽しみにしていることがありますね。今スマホを取られて悲しい顔をしていますが、もうそろそろある方がこのお家にやってきますよ。迎えに行きますか？誰が来るんだっけ？え？茶長？なんでそんなちっちゃいかな声。聞こえないよ。誰が迎えに行くの？うん？楽しみ？会いたかったの？はじめ社長会ったことないよね、あんまりね。ちっちゃい時しかないよね、多分ね。はじめ社長もね、ホースーって言ってたよ。髪の毛かっこいい？さっきセットしたもんね。見して。さっきピヨンってなってたのをさ、直したもんね。大変。え？後ろがピョンってなってる。やばい、どこ？顔見て。ああ、やばい。やばいやばいやばい、直さないと。直さなくていいの？あ、どうしたの？これこれこれはパパがくれたネックレス。よし、じゃあちょっと待っときましょう。はーい。サブダメロです。モンス、はじめ社長が来ました。いや、はじめましてじゃないですよ、でも。はじめましてじゃないんですけどね、うん、ね、久しぶり。そう、久しぶりだよね。でも家で来た。はじめ社長とさ、あの、さ、しまらんチャンネルとあんの。そう、今ね、しまらん、あの、サブチャンネル撮ってる。まあ、とあるね、撮影で社長が家に来てくれました。はい、ね、嬉しいね。今日は朝からモンスは楽しみにしてて、髪のセットまで自分でやってたんだよ。あれ可愛い。でもなかなか初対面じゃないけど、ほぼ初対面ぐらいの感じで、このなんか打ち解け方は珍しいね。ずっと見てたから。まあまあ、そうね。そう、それはありま、恋ダンスの人。ポンさん、え、ポンさん、あの、じゃあ今日は提案なんですけど、ポンさん、あの、はじめ社長におもちゃを1個あげようっていう。マジで？いいの？ポンさん、おもちゃくれんの？え？本当？何あげるの？まあ、もらうのもね、すごいと思うんだけど、あげるのってもっと。確かに。あげるってなかなかできないからね。バズ！いや、バズあげちゃうの？ちょっとなんか、いろいろ候補としてなんか。もったいないよ、バズは。候補なんか出していこう。嘘、私なの？さっき見てタッパー。じゃあポンス、エントリーナンバー1はこの郵送ブルーでいいですか？放り投げとるけどね。、はい、社長おもちゃ好きだもんね。おもちゃ好きよ。だってベイブレードあるもん。ベイブレードあるよ。え、ポンスベイブレードやってたの？今もやってるの？おぉ。ベイブレードちょっと見せてあげて。戦えるやん。スタジアムが岡崎にあるかもしれない。めっちゃベイブレードやってたわ。やってたっすね。これ最新のね、スーパーハイペリオンだから。え、めっちゃ新しいじゃん。いやいや、あとこれウィザードファブニルだから。わかんない話入ってきてね。ウィザードファブニルあれだ。これ、そう、なんか向かい転じゃん。吸収しちゃう。何、わかんない、わかんない、ないそれ。吸収しちゃうんだよ、これ。ベイブレードしようか。ガチでなんないで、3人とも。はい。こうしよう。こうで、これをつけて、これを。かわみ。かわみだな。子供普段関わらないですね。確かに。関わらんかもしれん、全然。確かに。この絵がもうかわいいもん。結婚したくなっちゃうな。結婚。結婚、そうじゃないですか。いや、でも YouTuber 結婚時代そろそろ来るんじゃないかなっていう。確かに。だってみんな年齢はね、28。もうみんな後半とか適齢期になって。1個上だよね、はじめ社長。1個上。そうですよね。じゃあ、これで。そろそろ来てもいいんじゃないかなって思ってますよ。もうダメだ、俺は。でもなんかそのコロナで、
家から出れない期間があったから、確かにちょっと焦ったっす本当に。あ、もう家での寂しさが、そうそう、家でずっと一人なんだろうなと思って。確かに結婚ついたら眠れる家族のこの幸せってマジあるよね、友達と、まあ、コロナでも全然大丈夫。古いやつ、はじめ社長お兄ちゃん、うちらが結婚の希望を与えられるように頑張ろう。いや本当に違う違う違う、結婚のとかじゃなくておもちゃを1個あげようだから、これおもちゃを1個あげようのサブちゃん。え、ちょちょちょ、そうだよ、あぶら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 、めっちゃカメラあぶら、はじめそんな時もあるさ。あー、かわいい、見てかわいいわ、子供らしくなっちゃうよ。ねえ、みんなは、確かにみんないないね、いなくなっちゃったね。いや、ポンス、第2候補はベイブレードということで、やったえやったもっとバズ、何紹介してあげるの、もっとバズが好きなの。バズも好きだよ、トイストーリーにハマってた時期がめっちゃあって、その後に今仮面ライダーが来てる。ポンス、これくれんの、泣いちゃう、泣いちゃうもん、これちょっと無理、これちょっと無理、ダメか、ダメか、無理。ポンス、何あげる？いや、待って、待ってて、社長がいるって言ったいるよね、いるいる、まあ、いるって、もらえるからね、うん、いるよこれいりますよねこれかこれあげるのこれならいいの、うん、いいの、ありがとう、は即決でした、早っ、もうちょっとなんか早っ、迷う、もうちょっと悩んでよ、あれはねえ、しかもこれ絶対いらないやつじゃん、自分の中でポンス、満足した、はじめ社長と会えて、うん、だって子供の結構ね夢ですからね、はじめ社長と会えるってなかなか、作ったのが何かポンスに買ってくればよかったなっていう、いやもう本体があればいいんで、本体がお土産、本体がお土産でしてくれる、肩車に行って、肩車とかしてもらう、肩車、あ、肩車、はじめ社長に肩車してもらう、ポンス肩車するか、うん、今度高いよ、高いんだよ、はじめ社長、これなかなか高いよ、これなかなか高いよ、やってみて、よし、来い、ポンス、はい、ここになって、あ、それ首がよいしょ、いくよ、いきますよ、はい、それ、待って待って待って、頭いっちゃう、頭いくよ、これせーの、はい、やだやだやだけど、いや、俺いくよ、え、家何もない、家何もない、あ、もうちょっと歩いてもらったら、もうちょっと、これ何、もうちょっと、この今状態何、いけ、いける、いくよ、はい、でででん、あ、高いでしょ、高い、高いでしょ、よかったね、よかったね、すごっ、怖い、あ、待って、やばい、やばい、やばい、怖い、手加減肩車、怖い、怖い、わからん、おぉ強い子だ、嬉しい、高瀬、はじめ社長、高いですよね、めっちゃ高いですね、ん、走って、走って大丈夫、落ちないでね、あー走るの怖っこれが育児ですよ、え、いいな社長かわいいもん、永遠に遊んでたい、そう、疲れるね、いやでもね、社長はちょっと次の現場があるので、そうですね、そうだよ、あのなかなか潰さないでなかなか長い時間遊べないということで、そうだよ、記念だよ、一緒に遊ぼう、遊ぼう、遊ぼう、ありがとうございました、はじめ社長、社長ありがとう、背高い弊害が、バズタッチ、あ、バズタッチするの、うん、すみません、写真をさ、バッチングさ、書いてよかった、うん、あ、本当、よかったね、よかったね、来てくれてでももうさ、すぐ帰っちゃうんだよ、お仕事あるから泣かないでね、うん、じゃあね、ありがとうございました、うん、
記念撮影しよう。今さ、帰んない。もうちょっとしたら帰っちゃう、うん、ではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。次はマジでプレゼント持ってきます。やったー。本体でいい、本体でいい。楽しみにしてよね。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。大丈夫、遊ぼう。もうダメなの。遊ぼうか。